ごきげんよう、山口ゆきです。今日は1年ぶりに上村牧場に来ました。イエーイってことでいっぱい食べていきたいと思います。ガンガン1枚、何頼んだ、お肉頼んだ、肉1枚って伊藤に頼んだ。すごい、すごい形手角度、角度めっちゃ切ってるやん。いや、角度しんどクイーンってくんねやろ。来た来た。え、結構スローでくんねんやろ。おー、いっぱい。いい感じの見てるよ。あ、でも白菜はそのままかな。だってついてるもんな。それじゃあ1年ぶりのスパイス出てきた。めっちゃニンニクやなこれ、ひっくり返したらあれなんじゃん、焦げんのじゃん、ニンニクが。こういうことやな、だから。じゃあ半生状態で食べてください。中はだから半生っていう感じ、熱湯して。なるほど、じゃないかな、食べるのは分からんけど。やった、いただきます。トマト食べよう、トマト。これ皿がそこに倒れてるの、ほら、ちゃんとやかんで大丈夫か。ちょっとよくしてるよ、ほら。なんかキムチではない、なんかメンマとか、メンマや、おいしい。結構メンマキムチ、ニンニク多い、ちょっと多い、ほんま。でも美味しい、ラムとか充実してるな。食べよう、ありがとう。あ、いや、大丈夫、結構きつい。大好きなサンちゃん、ニンニク辛いな、ほどほど、何でもほどほどがいいってことで。うちわぎの大好きなゴマの葉いっぱい取れる。うちわぎの大好きなゴマの葉、肉早く食べたいし、ここに入れよう。ただの野菜巻き、うん、ごまの葉が美味しい。何個に3人か、もうちょい頼むか。あと3人分くらい行こう、当たり前やね。今回はちゃんと焼きます。あっちも焼くでってな。こういうのが火ちょっと弱ない、そんなもん。さっき調べた、調べた。あ、ほんま、ほんなら大丈夫や。マジで美味しそうやん、ふわふわやん。もう雨で髪の毛ぶちゃぶちゃですけど、焼いとこも、焼いとこ、うわ、迫力やば。できた、できてる。いただきます。美味しそう。ではいただきます。すごい、うん、やわらかい、やわらかいな、美味しい、美味しそう。いただきます。うん、うまっ。これ美味しかった。うまっ、これ美味しい。うん、ゆうが頼んでくれた、ありがとう。こんなん絶対おいしいやつやん。やっぱここおいしいよな、マジでおいしい。うん、ちょっとおいしくない。おいしい、やっぱり巻くのが好きやわ。いつご注文の品は間もなく到着いたします。はいはい、どうだ。うん、牛タンマジで何本でも食べれるよな。
イルの大好きなネバーちゃん。サンダーめっちゃモリモリきてんけど、え、それつけんねや。わからん。なるほどね。なんかそうかなとか。めっちゃモリモリ。トマト、このトマトのキムチ味めっちゃ好き。うん、美味しい。ちょっと甘いけど、でも美味しい。キュウリが甘かった。酸っぱい系のキムチ好きかも。ちゃんちゃん、ちょっと甘いけどな。こういうの入れつけた。このまま。うん。なんか食べ応えあった。美味しい。噛み応えあるのは割といいですけど。塩タン。うん。このピーマンとイカちゃん見て、見える？これおもろない？この盛り方。こちらお先にいただきますね。見て、でっかいのとちっちゃいのとちっちゃいの、家族かよって。イカにも家族がおって、ええことや。イカやん、イカ。いっちゃいます。この麺も美味しかったよ、割と。微妙。お主には微妙かな。うん、そう、塩タン2枚食いです。全然いけるわ。余裕やな。余裕のポリケツ。全然まだまだ。腹何分目？まだ2。まだ腹2分目ですわ。食べ放題って何でも気にせんと食えるからええよ。そうやな。アイキラみたいなのが向いてるんかもな。いいよ。かわいい。ふやけてるやん。ちゃん、何で食べようかな。塩で食べるか。やっぱり食を楽しむっていうことで塩で食べたいと。まあ、めっちゃ美味しい。プリプリなんですけど。なんか綺麗な色。色綺麗な。これ食べていい？いいよ。ミノ。みのちゃん、塩で食べる。あら、何を、これ食べたの。え、ちょっとやるんじゃない。そうやで。え、なんか、あ、はい、うまい、うまい、うまい。大粒も切ってるやん。ピーマン、うわ、折れちゃう。ピーマン、ちょっとごっついかな。うん、ごっついな、確かに。カルビやってカルビな。ちょっと砂糖、痛いとこで。へー、なんかすごい美味しそう。イカ、イカ、イカ。レモンつけて、レモンつけて、塩で、うん、レモンつけて、うん、ほら、豚、ま、ハラミ、え、ニンニクハラミ美味しい。イカ大きいの食べる。ちっちゃいのいい。いいの。めっちゃ美味しいこれ。どうしたろ。まあまあデカデカいいか。
味噌やで、このネギのやつ。なんかごまの葉ちょっとしかなくて、こんだけしか取られなかったわ。まあでも葉っぱが残ってるので、わかめ食べとくわ。わかめ、タレ伝わる。うん、食べてんのが一番美味しい。マジで。うん、これ巻いて食べるから大丈夫。大丈夫。巻き巻き族やから。熱っ。ネギ忘れてた。うまいじゃん。大根おろしも取ってきた。どうですか？これな、レモンにニンニクとかある。わかる。これをこの塩をつけて食べる。これ塩をつけて食べる。これちょっと入れて食べる。これ見とけ。いくで。レモンつけて。でも塩がある。塩つけて。でネギつけて。どう？いや見えてない。顔映してない。白目いてた？うわ、映っとけばよかった。白目案件。ありがとう。イカの塩タン。塩タンやったらいくらでも食べられた。もうちょっと一回で麺挟んで、うどんを食べたいな。なんて？うどん。冷やしうどん。先冷やしうどんにしようかな。どうしよう。すごい。まあとりあえず冷麺頼みました。頼んだ。冷麺。これ。違う。え、モリアカ冷麺あった？あった。あ、これか。じゃあ普通の爽やか冷麺。俺はそれ盛り上がらないんだよ。あ、ちょっと頂戴して。あ、じゃあ、うどんも頼みたい。締めは片っ端から行くで。ただ2個ぐらい頼んでね。めっちゃ美味しい。ね、そう、それ頼む。まだ肉いけるやんな。全然余裕。まだまだ余裕っすわ。こんなんで終わってたら、あやきじゃないわ。これいけるはず。うん、あ、そうだ。うん、ごめん。全然いいよ。洗濯するし。めっちゃ柔らかそうやな。うん、うわ、うん、それよりな、こうやって塩とかかけて食べたらほんまもいい。うん、これやばいな。柔らかすぎるけどな。やば。ありがとう。うん、こっち。めっちゃ柔らかい。これ大根おろし美味しいです。うん、これ炭酸水なのでちょっとついてしまったんですかね。うん、あの完全には取れないと思うんですけど。ありがとうございます。炭酸水で挟んでいただくと、まだ普通のやつよりは取りやすくなりますので。ありがとうございます。すみません。で、炭酸水もらった。これでなんか、汚れたところを拭いたら治るらしい。もう、至れり尽くせり、もうここ常連になろう。めっちゃ優しい、皆さん。炭酸水で取れんでんな。なんとでもなるでしょ。大丈夫ですわ。炭酸水もらったから汚しも。炭酸水飲みませんけど、こぼさないように奥に置いとく。感謝感謝。いつの間にエビやねん。まさかかよ、エビが来てるとは。めっちゃうれしい。イカもいっちゃう。今日も行っちゃうんすか。
これタレか。おー、ないそうないそうね。ちょっと待って、それそういうことちゃう、どういうこと。当てろ当てろ当てろ。で、タレつけて、タレつけて。いや、もう今の先のやつやって。え、どういうことどういうこと。食べようとしたらつけられへんかったよ。つけれるわけない。どなんなんないかけるやろ。え、これでいいのほんまに。いいじゃない。多分うわ、すごいお祭りや。じゃん、美味しい。美味しいな。キムチすごない。あんなモリモリやったの。え、めっちゃちっちゃめやん。じゃあ、アイが頼んでたレモンです。レモンの冷麺です。パチ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 。結構ゆっくり食べてるからかなんかお腹いっぱいになってきたけど、まだまだいきます。当たり前ですよ、食べ放題ですからね。これ絶対美味しいと思わん。これ絶対盛岡冷麺じゃない。違う、味がちょっとちゃう。この冷麺が美味しそう。あ、じゃあレモンが美味しそう。うん、うん、うん、想像50倍超えた。想像50倍超えた。どう、めっちゃうまない。めっちゃうまいね。ちょっとね。もうちょっとありがとう。さっぱりしたやつばっかりしたので、もずくちゃん、もうあやきと言ったらもずくですわ。ちょっと途中でこういうさっぱり系挟まなあかんね。キンキン、おいしい。冷麺、レモンの冷麺も一瞬で終わんねんけど。お、エビいってる。無理やな、熱くらいな。無理や、無理やろ。ちょっとエビちゃんは焼けたけど置いときます。冷麺食べる？いらん。冷麺食べよう。レモンうまっ。完食。うん、エビ抜くか。エビ抜きました。剥きました。あと30分。やば、あと30分しかない。30分で何を食べれるか、どれだけを攻められるか。おい、何かを転がしてんねん。いけてるから、わからん。いけてるでしょ、これは。イカオッケーです。いって待って、いって待って。うわ、これアイリの宝石箱。当たり前やろ。おいしい。上司かよ。あ、おいしい。これつけていいの。いいよいいよ、つけたらいいじゃん。味薄かった。オッケー。もうくっついちゃってんじゃん。ふにゃふにゃやな。お腹いっぱいになってきたな。で、マイク、うどん食べたいか、うどん食べたい。モリアンカレーメンいる？まだいけ。お腹いっぱいになってきた時に食べるイカ、おいしい。Mm-hmm.
そうやん。取られちゃう、あれを剥いてから焼く。あー、いや、こっちの方が吹っとくかも、網に。あかっ、おもいで。あー、おもかった。マジで美味しいよね。もう最終ホルモンかな。ほいよ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 。いいよ、いいよ、大丈夫？いいよ、じゃあ、あ、そういうこと。じゃーん、あやてのうどんちゃんが来ました。わお、卵ポロポロ。うん、うどんめっちゃうまい。盛岡冷麺、うどんめっちゃコリコリ。結構着々と食べたよな。まあ、あと何分？17分は余裕やな。うどんが美味しい。俺が食ってた。この男、すき焼き頼みます。こんなに食べて大食いかよ。まあ、あとは相手はデザートですかね。食べますね。完食。冷麺、うどん支配してやったぜ。うわはははは、うまいっす。10分前、あと30分で席の時間が終了。あー、オッケー。めっちゃ腕筋。めっちゃ腕筋やばい。冷麺食べるだけやのに。どう？麺食べすぎやわ。わかった。キムチや。キムチ。どうした？の酸味。あ、きつい。さっきのキムチの味する。てか、このキムチが苦手になっちゃう。多分な。ちょっとデザート来るまで待ちたいと思います。はや。でも取れてなかったんちゃう、今の。ゲラゲラ笑って。もう捨ててなかった。せっかく面白かった。うん。何？美味しかった。うま？意外そうやな。ほら、ちょっと残ったもん、これ。すげえ。いけるやろ。4分。4？ あ、4分って。あ、4分。すげえ。さっきめっちゃおもろかったのに。あ、ゼリーです。最後のシーン。うわ、ショックすぎる。マジで美味しい、ゼリー。チャンネル登録よろしくね。コーヒーってあんのか。ないんちゃう。あ、じゃあ俺らあかんねん。ドリンクは頼んでないもん。ちょっと頼む。
あと3分。3分です。めっちゃ美味しかった。やっぱここの食べ放題が一番好きかもしれん。な、美味しい、美味しい。わらび餅食べてはりますか。いいの。あ、でもいらんわ。結構満腹じゃん。いや、これめっちゃ美味しかった。すごいな。すき焼きのやつやんな。わらびは無理ですわ。腹パン、腹パンです。腹パンということで、ごちそうさまでした。美味しかったです。まだ頼む。え、いける？ほんま？え、やばいねんけど、すごっ。これは無理。私は無理です。バイ。すごいな。やばいよ。何がやばいの？量を焼く。いや、ニコニコそんな。ニコニコして肉焼くの。最後。ありがとうみたいな感じで。やばいよ、もう何人前食べたと思ってる。やばいな。何がやばいの？やばいやん。やばいやん。やば。やばいね。だから何がやばいね。怖い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 。焦がしなってるよ。じゃあ最後さん、おいしくいただきます。食べ過ぎ食べ過ぎ。うちの食べ過ぎです。めっちゃ美味しかった。もうやっぱこの焼肉屋しか勝たんわ。ということで、今日も見てくれてみんなありがとう。いかがだったでしょうか。また見てね。バイバーイ。山口あきでした。あばよ。